試合終盤に点の取り合いとなった昨日の試合、ベテラン2人が勝負強さを見せました。さらに新外国人投手マルティネス投手が入団会見を行いました。 You know, great. Obviously joining the team that, you know, the team that won the World Series the last 4 years, it's an honor to join them. You know, I'm just going to be workingto give them the best version of myself so that I can contribute and help them win more championships. 力強く意気込みを語ったマルティネス。昨シーズンまで3年間日本ハムでプレーし、1年目の2018年には10勝をマーク。多彩な変化球を武器に先発の一角として活躍が期待されます。引き分けを挟んで4連勝と好調のホークスは1回、ランナー二塁一塁で打席には栗原。ライトへ鮮やかなタイムリー、幸先よく先制します。しかし2回、フォアボールと連打で満塁のピンチを招いた先発笠谷。内野安打で同点に。それでも後続を断ち、最少失点でここを切り抜けると、その後も粘りのピッチングで5回まで1失点と好投。しかし6回、三塁一塁とピンチを招き、ここでマウンドを降ります。ここを託されたのは今シーズン未だ無失点の津森。少しのタイムリーを許します。オリックス1点リードで迎えた9回、5番手でマウンドに上がったのは先日プロ初勝利を挙げた田浦。しかしオリックス打線に捕まり一挙5失点。それでもその裏、ここまで1安打に抑えられていた打線は先頭の柳田。フェンス直撃のツーベースを放つと、その後1塁3塁とし、代打川島。追い上げムードが高まる中、シュート、反撃もここまで。ホークス連勝は4でストップです。